なんか雑魚いなと思った。普通あれぐらい倒れて、あの失神してるようじゃあいつはもう一生出られへんと思うし、組んでやったらもっと強くなってから来いよって感じ。結果ノーコンテストだけど、俺は勝ってると思ってた。結局倒れてるのあいつやし。絶対ワードじゃないもん、はい、そこは狙えねえよ。相手サウスポーン、インドを蹴ろうとしたら言葉が入った。あれは後頭部、後頭部に関してはこれ右ストライク打ったんですよ。右ストライク打って、それでさっきとか倒れたんですよ。倒れた時に俺も倒れちゃって、そこでこうなっただけで全然ワードじゃないです。これはどうなんですか。これはワードです。ただ相手失神してんだから、あれは違うだろ。いくらいがみ合ってても相手失神してんだぞ。これないだろ。道場とかさあるだろ。ジーとかあるだろ。まさけとか浮かんでいったんだろ。それでもあいつに倒れて失神してなかった。レオ選手の試合後インタビューを行っていきたいと思います。まずはお疲れ様でした。ちょっとやりきれないような。いや、きしょいな普通にあいつ。どう失神してるから俺の勝ちや。結果的に延長ということになったんですけれども、延長からの、うんうん、まあ、俺の勝ち、倒れてるから、はいはい、俺の勝ちや。サキト選手と戦ってみて印象変わりました。いや、全然普通に雑魚かった。雑魚かったし何も聞かんかったから、うん、次仕留めたろうと思ってて、うん、でも一個ではサウスポーやからやりにくかった。前回よりも全体的にレベルアップしてるように感じたんですけれども、練習の成果出せましたか。いや、練習はしてないの。練習はしてないし、うん、はい、まあ、ちょっと肩の筋肉つけたぐらいかな。細かい動きであったりとかサークリングで前回よりも多く感じましたけれども、そこを考えてた動きできましたか。いや、全然できなかったし、俺は喧嘩となってたから、うん、来たらやるっていう、うん、それだけ、うん、そして入場にもいろんな思い込めていたのかなと思うんですけど、そこに対してこもっていた思い教えてください。せやな、俺はいろいろ背負ってるものあったし、うん、マジで勝ちたかったから、うん、その全てをかけてきてんけど、うん、なんかちょっとなんかこの結果は正直、うん、悔しい。背負っている思いというのを具体的に教えていただけますか。まあ、大事なものとか、うん、そういうのもあるから失ったあかんものとか、うんうん、まあ、そこはもう深く悪いけど、うん、悔しい、うん、ありがとうございます。でまたサキト選手との対戦途中で終わってしまったというような感じでノーコンテストになってしまったんですけれども、また戦いたいなど気持ちありますか。絶対やんの。絶対やらない。絶対やる。あ、やる。絶対やる。分かりました。終わってやるの、うん、結果は。じゃあ次回大会期待できますかね。せやの、あいつが復活してやってこいって感じやろ、うん、俺はひな壇で待ってるから、はい、また来いよ。わかりました、ありがとうございます。 では応援してくださったファンの方に向けてカメラに一言お願いします。今日の俺の挑戦は、俺はラッパーになるから、お前ら俺の曲全員チェックしろ。ありがとうございます。以上です。